全部喋ってもらうよ。あんたアトラスアサシンとして英才教育を受けて1000人以上も葬ってきたナウテの暗殺者よね。うちの最強の戦士まで危なかったとか。最強の戦士だってよ、嬉しいじゃねえか。言って。いい、アテナ、よく聞いて。一つだけ質問するから、納得できる答えが聞けなければ殺す。打ち方用意。じゃあ一度しか聞かないから、どうして。長い長い話だ。ジェネラルノックスの死後、私は傭兵としてパンドラをさまよっていた。ある日、とあるハイペリオンのプログラマーから仕事の依頼が来た。月に来い、ボルトを見つけて英雄になれと。ハイペリオンは信用できないが、空腹の私に仕事を断るという選択肢はなかった。で、何を見たの。暴力、狂気、そして英雄。もしロストレギオンがヘリオスを吸収していなければ、何もかも違っていたかもしれない。See.
ちまえ。そのまま撃ち続けてみろ。セクシーすぎてたまらん。ええ。へい。
オンのせいでめちゃくちゃですよ。アサシンか、すごいぞ、大ファンだよ。助けてくれ。このアホ部隊がどこの誰で何のためにドンパチを追っ始めたのかわからないが、とにかく俺は身動きが取れん。切れた。こいつは面白い。
今の見たか？クソ、いまいましいロストレギオンめ。みんな無事か？おっかないな。だがクールだ。忙しい。それならいいんだ。俺はここでしばらく血でも流してるとしよう。暇つぶしの方法として内出血はなかなか悪くない。ああ、俺のことは気にするな。君の雇い主というだけの男だ。あ、すまん。どうも角の立つ言い方だったな。俺が悪かった。瀕死のせいで変な症状が出たらしい。だがいいさ、君にはもっと大切な用事があるんだろう。俺はここで横になって内臓が破裂しないように努力することにしよう。おかげで命拾いした。ありがとう。なんかドキドキだ。撃たれたのなんて初めてだしな。うん、案外悪くない。いいか、このイカれた野郎どもは俺が君を呼んだ直後に襲ってきた。こいつらを一掃しないと月面でのボルト探しもままならない。シールドを手に入れたか。言わずもがらだが、なくなるまで弾を吸収してくれるぞ。なくなったらどっかに隠れてリチャージしろ。防衛システム作動する。すぐにタレット、フォースフィールド、レーザーワイヤーが出てくるぞ。連中もこれでおしまいだ。悩むところだな。タレットを破壊しろ。破壊するんだ。今日はとことんついてないな。奪還できないのなら撤退するしかない。脱出戦はこっちだ。絶対にここから退くな。あの女、多分連中のボスだな。最初にあいつのドタマに銃弾を撃ち込んだ奴は俺とハイタッチできるぞ。あとマンションも買ってやる。よし、このドアに入ろう。脱出線が近くにあるはずだ。
おい、例の女だ。ドタマを撃ち抜く計画を実行しろ。やあ、ジャック。逃げろ！畜生、あの女に船を破壊された。他の脱出方法を見つけないと。あんな生物は初めて見た。なんだ？わからん。だが念じただけでこっちを全員殺せそうな気がする。だから足を止めるな。ジャック、何が起きている？ヘリオス中で警告が発生しているぞ。何も問題ありません。クラップトラップが一台、照明装填とドリンクスをしようとしただけであります。分かっていると思うが、君の任務はパンドラの監視だぞ。余計なことをしてヘリオスを傷つけようものなら私が直々に。いやー、すみません。ちょっと電波状況が悪いみたいで。クソや。何？もう切れてると思って。